さて、次のバンドはですね、東京から来てくださいましたドラスティックアイバンドさんになります。よろしくお願いします。こちら、あゆさんとけいすけさんでございます。このバンドさんはですね、私が実は YouTube でナンパしまして、どういうことかというと、今日シーナ&ロケッツや笠置静子さんの楽曲をやってくださるんですけれども、その中にですね、一つワハハという坂田明という、ジャズサックスの方とチャクラっていうエリティーズ80年代の、バンドのボーカルをやっていた小川美潮さんが一緒に活動していたワハハというバンドのカバーも一曲、私と小川美は一緒に混ざって一曲だけ混ぜてやらせていただきます。なんでこのドラスティックアイバンドさんを見つけたかっていうと、そのワハハっていうバンドの赤手で明るいテレンコ娘というすごくかっこいい曲があって、これをいつかやりたいなと思って、結構ね、ライブ版とかないかなと思って YouTube で見てたら、めっちゃマイナーな曲だと思うんですよ、割と。それをなんとカバーしてらしたんですね。で、すごく打ち込みとかも使って、ギターとボーカルお二人でめちゃめちゃ素敵にカバーされていて、これちょうどドラムとベースがいないやみたいな感じになりまして、僕らドラムとベースでやりたいなって言って、ギターとボーカルやりたいなって言ってたので、もうすぐになんかね、メール送って、もう多分突然知らんやつからメール来て、なんだって思われたと思うんですけどね、またすごく、すごい丁寧にお返事くださって、今回もカバーイベントということで、いろいろシーナ&ロケッツ、笠置静子さんのカバーも一緒に交えて、今回東京から来てくださいました。結構ね、知らない曲かもしれないですけど、本当アカペラもかっこいいですし、シーナ&ロケッツと笠置静子さん、ヘイヘイブギーは結構ね、知ってらっしゃるよ、知ってるよって方もいらっしゃると思うので、よかったら楽しんで聴いていただければと思います。じゃあ、兄貴はね、まだなんで、ちょっとどいてもらっていいかな。そこにいてて、じゃあスナッピー外しといて、スナッピー外して座ってて、いてていいよ。いいじゃん。後ろで踊っててくれればいい。はい、踊ろう。もうドラスティックアイバンドです。
からでした。だからこんな格好してたんですね。はい、ありがとうございます。ご存知の方いらっしゃいました？新南太郎です。ありがとうございます。50代から上ですかね。はい、ちなみに私51歳、けんすけくんは65歳、2人合わせて116歳、はい、大変なことで、今日はね、なんか息子や孫がいっぱいいてね、あるいはひ孫までいたらね、びっくりしたんですね。盗聴 AD から聞いたから、盗聴 AD、 そんなの知ってる人もいないから警察だよ。じゃあもう一発、はい、もう一曲いきます。シーナンドロペツから有名ドリル、まあ、ユニットですけど結成してちょうど2年経ちましてね、2年の記念してアルバムを作りまして、まあそこに、10枚で1万円で売ってますので、10枚も買わんて1枚1000円です、ごめんなさい。まあ、今回ここにお呼ばれするようになった、まあ、きっかけとなった次の曲が明るい天候娘ってね、もう40何年前の
ヒットはあんまりしなかったかな、マニアックな曲でしたけどね。まあ、もう一本さんが我々のミュージックビデオ YouTube に上がってるのを、発見していただきましたね。でそこから、まあ、今日に至るという、ことになりました。お店のスタッフの皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。あと48曲ぐらいしかないんで、やめて。そんなにあったっけ。まあ、よろしくお願いします。明るいテレンコ娘。それではあとラスト2曲ということで、ちょっと、ま、お耳汚しでやらさせてもらいます。ですね、まあ今日はカバーということで、まあ、全曲カバーでやるべきなんでしょうが、ラストだけちょっとお願いしまして、オリジナルの曲をやります。その前に、今年の春までかな、 NHK の朝ドラでやったブギウギ、笠木静子さんですね、ブギの、まあ、みんな東京ブギウギをみんな知ってますけど、我々はそれをやりません。ニッチなところでヘイヘイブギってなります。ご存知の方一緒に踊ってくださいね。ご覧の通り私よく動くんで、皆さんもどうぞ踊ってください。明日筋肉痛。ありがとう。ヘイヘイブギ楽しんでください。押して、はい、すいません。
でこのベースの名前がですね、中華の服とかに歌舞伎、歌舞伎なんですよね。歌舞伎門の歌舞伎でございます。まさに歌舞伎ですからね。後でよくご覧くださいね。後で見ててね。ダメなやつが持つ楽器ですよ、これ。だからあの僕の持ってるこのギブソンのレスポールにそっくりな。そっくりな。ギリマン。ギブソンに見えるギリマン。ギリマン。偽造？4年ぐらい前ね、4年ぐらい前、1500円であのヤフーオークションで落とした、チンキャラレスポールですけど、使ってるとなかなかね、あの楽しいんで、最近はこればっか使ってますけどね。さあ、行ってみましょう、オリジナル曲。ちょっと待ってくれ、ごめんね。いけるか。はい、オリジナル曲。あ、出ます。ですね、こちら、オープンヨーマインドというオリジナル曲なんですけど、実は私、本職が整体師、もみ屋さんでしたね。あの、まあ、この中にはあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、四十肩、五十肩で悩んだことがある人なんていないよね。お、いたいた。いた。ありがとう。なんとなくそれっぽい方みたいな。ね、あの、整形外科。やばい、ないけど。整形外科行くと、こういう体操をさせられませんでした。やってないか。行くとね、だいたい肩の運動で、肩と肘が平行な状態でね。こう、話前後しますけど、彼あのオープンカー乗りなんです。今日もあの東京からですね、オープンカー乗ってあの、やってきたんですけど、途中オーバーヒートしましたね。クーラー効かない、コロが閉まったまんまのオープンカー、ね、実はヘトヘトなんです。暑かった。朝はね、明けてすごく快適だったんですけど、でまた話戻しますけど、この動き、オープンカーの屋根が開くあれに似てませんか。でですね、この曲の、ありがとう、笑ってくれて。それでね、あのサビのところがオープンオープンって言うんですけど、そこでオープンオープンってやるんで、よかったら一緒に四十肩にならないようにやってみてください。オープンはマインド、去年の11月から出てたね。そうだね、うん、はい、いきます。押してください。
ありがとうございました。改めてドラスティックアイバンド、あゆさんときゅうすけさんでした。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ぜひ、ね、ちょっとオリジナル CD も持ってきてくださっておりますので、ぜひちょっとね、こうチェックしていただければと思います。